はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はアドバンスドクエストの方で、チリのね、増加霊槽が突することができるようになったということで、これどれぐらいドロップ率アップするのかっていうのを検証していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、まあ今回ね、チリの増加霊槽が、無地のチリ山です。この概念霊槽が突できるようになりました。突する前は 5% アップするだったんですが、突することによって 25% アップする概念霊槽に変わったということで、検証していこうかなと思います。で、今回無人のチリ山検証する場所なんですが、一部メインレコード1のイプリールウナブマス言いにくいアメリカンところのシャーロットです。ここで検証していこうかなと思います。で、検証内容に関してなんですが、チリの増加霊槽をつけて50周、つけずに50周する。まあこの計100周でどれぐらいドロップ率が上がるのかっていうのを見ていけたらいいなと思います。そして周回編成はこんな感じになってました。はい、もうデータはね取ってるということで今自体はしないんですが、チリの増加霊槽をつけて50周。で、これがない状態で、50周したって感じです。で、まあこのチリの増加霊槽に関しての注意点なんですが、これ重複します。はい、なのでサポートと連れていくことによって、効果量がアップするということで結構プラスにはなったりします。はい、重複可能となってます。で、この霊槽ね、地味にね腹立つのがね、乗算なんですよ。乗算、掛け算っていうことは 50% の確率でドロップするってなった時にプラスで 25% で 75% になるっていうわけではなく、50に 1.25 倍して、62.5% になるという状態です。なので 25% アップって書いているんですが、実質 25% アップしません。はい、ここだけ注意してください。掛け算となっているんで注意が必要です。で、このシャーロットに関して元々のドロップ率ってどれぐらいなのっていうのがあると思うんですが、ここのシャーロットのドロップ率に関しては 69.3% ということで、まあ70% ぐらいの確率で、まあ、チリが1個ドロップしていくというめちゃくちゃチリを集めるのに最適なクエストとなっております。気になる方は FGO のアイテム効率劇場調べればそのデータ見れるという感じになってるんで、気になる方はそちらご覧ください。では周回のデータ発表していこうかなと思うんですが、まず元データこんな感じです。はい、チリが2827あってって感じです。で、英雄の証とかね、それ以外のドロップに関しては今回ドロップ率アップの対象外となっているんで気にしなくて大丈夫です。基盤が2827からスタートするという状態です。で、まあこれ霊槽凸1枚で50周した結果がこちらとなります。はい、2875ということで相当ドロップしてますね。50周した結果48個のドロップをしているということで相当上がってる気がするのかなって感じです。まあもともとはね 70% ぐらいの確率だったんですが、50周で48個ということは、まあ計算した時に 96% の確率で1個ドロップしているという状態になるんで、めちゃくちゃプラスです。まあ1個ドロップするのが 69% の確率なんだけど、それが 96% まで跳ね上がってるということで、あれ、思ったより期待値めちゃくちゃ高いなって感じです。で、ここからさらに50周霊槽ないバージョンですね。はい、このチリ霊槽がないバージョンで周回したんですが、そのデータがこちらとなります。はい、まあ、さっきねちょっともうデータとして見せていたんですが、2906個までアップいたしました。で、これどれぐらいドロップしたかっていうと31個のドロップとなっております。で、31個ということは確率で計算した時に 62% ということで、まあ、ちょっと下振れちゃったかなーって感じです。ただチリの増加霊槽をつけて周回すると48個、そしてチリの霊槽なしで31個ということで、圧倒的にチリの増加霊槽ですね、これをつけて周回した方が効率がいいっていうことが検証で判明したということになりました。はい、まあ増加霊槽ということでどれぐらい増加するのかね、体感わかんないっていうのがあると思うんですが、チリの増加量に関してはめちゃくちゃ上がってくれるんで、もしねチリを本当に集めたいよっていう方に関しては
この塵の増加レースを突することをおすすめします。はい、それぐらいにね、なんか見る感じね、塵の増加量が上がったなっていうぐらいにポロ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 落ちていたんで、塵必要総数で言うとめちゃくちゃあります。すごいな、スキル上げで7323、アペンドで1530、霊気再臨で1036、霊威で140ということで、合計1029チリが必要となるっていうね、計算となっているので、まあチリをね少しでも集めたい、再臨とかスキル上げしていきたいなっていう方に関しては、この増加レースをつけて周回するっていうのがいいかなと思います。でね、これね見てもらったらわかるんだけど、英雄の証、まあ8880から始まってるんだけど、次が8908で28個ドロップ、8935ドロップで27個ドロップなんですよ。ここ全然期待値が変わってないんですよね。なので本当に50周した結果、増加レースをつけて周回すると増加いっぱい落ちて、増加レースがないと落ちないっていうのがこれで分かったので、早く突させてくれよっていうことになりました。はい、全てにおいて突させろ早く。これだけね結構ドロップ率がね良かったりすると、まあ銀素材しかり金素材に関しても、まあ落ちるな、全然落ちねえなーが、まあまあ落ちるなとか、結構落ちるなーがめっちゃ落ちるじゃんみたいな感じになるんで、早く突をさせてくれっていうのが、もうこれが突できて分かったこと。本当にマジで運営さ、アドバンスのクエストでね、コマコマとねいろいろね一個ずつ出していくのはいいっちゃいいんだけど、突らせてくれる方がみんないっぱい周回するのになって思いました。ということでまとめです。チリの増加霊装に関してなんですが、突することによって 25% になります。これに関してつけると本当にドロップ率がアップするので、チリを集めたいなっていう方に関してはつけて周回しましょう。ただ、これ増加量が乗算になっているということで、足し算ではなく掛け算のドロップ率になるんで、そこだけ注意してくださいっていうのと、このチリ山に関してフレンドと使うことによって重複します。なのでハンティングクエストとかそういうのが来た際にサポートとかにつけてあげると、もしかしたらフレンドポイントガバガバ稼げる可能性もあったりするので、まあ気になる方はこのレースを突ってみるといいんじゃないかなと思います。ただ未突だった場合、正直価値ないなぁと個人的に思うので、必ず突してサポートにつけるとか、突して運用していくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。